車輪は発生保証ないはず。いいよ、同情する気は。カウンターってかできんのが遅い。今ディゾルブと引っかかなかった。血だまりの血だまりの一風景が先に刺さるはずだよ。動いてる。マジで当たってから消えた今。あーカウンターのヒットストップとかどうなんだろう。まあなんか発生的にたまたま噛み合った可能性もあるけど。さあ車輪ですよ。カイド君より大きいピザを出せるのはカマインだけ。縦出して、さあ飛び込み、さあ2を起こして運び込ん、落として車輪がダメ。さあマスカス惜しい。おっと今の3ミじゃないだろ。さあ画面端いやらしい距離、石取ってあれ、あ、血だまりなかった。さあ一角から取ってく。セカンドクローズ。結構ね、かま、おお、下段差し込みたいだけ。あの距離から5000美味しい。さあ血だまり作って壁を作って美味しい運び込む。6位車輪引っかかる。さあいやらしく距離を取って固めていく。車輪体力消費を待つ中断。さあ山人さんとユネクチンのチーム、というわけでじゃあ最後ですね次。いいよ。じゃあ続けて山人さんとユネク君のチームと、モブさんとラオさんのチーム、もう早いです。はい、決勝戦です。そう、運がいいことにねシード枠に入ったんで1回です。モブさんいる？あ、はいはい。決勝ですけどじゃんけんどうぞ。じゃあ煽ってじゃんけんしちゃっていいよ。ほらほら尺があるから。あ、いいっすよ。さあモブさんが食事経験で取りながら先方譲っていく。ゴールド対策、ゴールド対策を教えろと。そう、今ちょっとチキンラーメン食ってるからな。願いましょうか。ファーストクローズ。こっち来んな。お、おいしい。さあ決勝戦先方、ラオさんがゴールド、ヤムニさんがユズリハ。さあ距離取って差し込んでいく。さあ距離的にはあんま変わらないのかな。ユズリハの方がちょっと長いぐらい。さあだからリターンの差が違う。さあバター当てて、さあ間違えたか。さあ遠くで、なんだろう、この場合ゲーム違う気がする。大丈夫。あーっと、これはあかん。逃げーじ、死なない。
そう、あぶれ、おっと、アサルト刺さったが、繋がんない。相打ちだけど、体力残ってない、ゼルハ。体力は早い。恋姫の 3B を当てることに比べれば。減る、減る。減りすぎ、減りすぎ。さあ、逃げる締め。あ、集団がしかもカウンター。これはこれはチェスして殺しきる。さあ走ってきて、さすがに動きが速いのはゴルド。ほんと減るなこのキャラ。あっ、さあシーズ、これは逃げる、これはまだ生きてるか、まあ残ってるよ。あー、駒置いてあった。まず先方はゴルド勝利。その辺でやめといてくんねえか。出ないと俺も本気になっちまう。さあ、大丈夫ですか。ゲームオーバー。はい、ここモブさんのユーザリハと名前どれだけ。雪に押しの遠藤押しのカーマイン。はい、もうユーネコでいいんじゃないかな。男の勢いを殺さずに、さあダッシュ B を力強く振っていく。割となんかあれめくられんの。シャリン、おっとエルボー、エルボーに負ける。すりつぶせが減る。ああ、胴技か。あっと固めてベロフ、ベロフ。ああ、引っかかった。これは終わったくさい。さあ、譲り派が一本。ダッシュ B はやめた方が。さあ、画面端でマインちゃんがフルボッコ。さあ、おお、相打ち。あーと、潜っちゃったよ、今の。そう、もうゲージが。あー、さあ、圧倒的でした。勝ったのもモブさん、モブさんとラオさんのチーム。はい、お疲れ様です。突発乱通大会優勝は、ウニの食えないラオさんとモブさんのチームです。おめでとうございます。お疲れ様です。うーっす。活躍してるとかずっとラーメン食ってるけど。